はい、こんにちは、ニューです。ということでね、ワンピースの汎用パでヒロインのね、無料ガチャ撮っていこうと思います。ちょっとね、寝起きで声変なんだけど、まあ、それは置いといてですね、なんでこの動画出してるかっていうとですね、まあ、あのダンジョンこのパーティーで勝つ必要あるみたいなことを思ってる人いっぱいいると思うんだけど、これなんで動画出してるかっていうとですね、ワンピの新規とか、あとワンピの復帰勢にね、帰ってきてほしいからですね。最近ね、まあ、その辺の新規とか復帰でやった、始めた人、やってない人多いと思うんだけど、これをね、きりね、やっぱ無料ガチャ引きにね、帰ってきてくれたら嬉しいな、みたいな感じで動画出してます。みんなもね、パズドラ盛り上げの手伝ってくれたら嬉しいです。この動画ね、高評価押してくれたらね、勝手にこの動画おすすめ塗ってね、その人たちの元に届くんで、ぜひね、高評価だけよろしくお願いします。ってことでね、まずは編成の代表解説からしていこうと思います。カタクリにビッグマム、マルコにハンコック、ローにキャロット、カイドウにビッグマム、ヤマトにビッグマム、ヤマトにビッグマムです。内容ね、いっぱいあるんでね、見といてください。じゃあ早速ね、ダンジョンやっていきましょう。ガチャがもらえるのはね、このナイトメアストリートのこの上級ですね。これクリアするとガチャもらえます。さあ行きましょう。はい、よし。さあ5階層ですね。じゃあいつも通り、はい、マルコ変身してね、カイドウ打っていきましょうね。さあ、じゃあ適当にスキル打って、はい、平積みします。はい、はい、はい、水ここでいっかね。さあ、そんな難しいダンジョンじゃないと思うからね。はい、適当に3色消していけば倒せると思います。はい、さあ次に意外と、はい、キュ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 、ここでね。はい、さあさあさあ、いきます。この辺倍速かもしれんね。もしかしたら。倍速にするかもしれん。はい。じゃゆっくり喋れば倍速でも聞こえるかもしれない。はい、3階層と。3階層も平積みしていきましょう。はい。平積み、平積み。はい、OK? 殴っていきます。よしよし。これで突破しましょう。さあ、続いて。続いては、4階層ですね。4階層も、はい。場面変えられたから、じゃあ、こう、打っとくか、スキル。はい。よし。で、適当に組んで、はい、OK? これでぶっ飛ばしましょう。はい、突破と。で、ラストですね。はい、ボスは、ボス何してくんの？何もしてこん？はい、オッケー。じゃあ、まあ、カイド打っとくか。で、終わろう。はい。最後だから、綺麗に組むか。ね。はい。はい、オッケー。これで終わりと。って感じですね。あ、ちなみにこいつ落ちるのかな？多分。落ちないかな。よし。はい。あ、落ちたのか？本人かな？これ。はい。以上ですね。じゃ、最後ね、これ、ガチャ引いて終わりましょうね。はい。これ、せっかくなんでね。あ、なんか、初ゲットだ。あ、初ゲットなんや。はい。はい。あ、落ちなかったわ。A だ。まあ、S ランクじゃなくてもいいべ。さあ。じゃあ、ちょっとね、ガチャ引いて終わりましょう。いきます！ヒロインガチャ。はい。これ、一重ガチャだからね、もらえてんの。かなりでかい、飽きんだ。バカッ。クビアです。いっぱい持ってたわ。はい。ってことで以上ですね。よかったらね、さっき言った通りね、高評価だけでもぜひよろしくお願いしますね。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。じゃあねー、バイバーイ。